Hello everyone. 皆さんこんにちは。ようこそ吉津フィッシング NZ へ。今回ご覧いただきます動画は、ベイオブアイランズのヒラマサジギング2連発です。そして、今回の動画の見どころですが、ベイトの群れの際に移動して、下にいるヒラマサをピンポイントで狙ってジグを落として釣っているところです。時間を無駄にすることもなく、思い通りに2匹、良いサイズのヒラマサを釣ることができました。ここのところ、天候が悪くて、釣りにあまり行けない日が多かったですが、やっとチャンスがやってきたので行ってきました。しかし、当日はうねりが大きくて、ジギングのポイントまで行くのに、結構勇気がいりましたが、風向きと潮回りから考えて釣れる確信があったので行ってきました。僕のボートはニュージーランド製のステイビークラフト1450というボートで、大変安定しているので、転覆などの危険を心配しないで済んでいます。さて、それではその様子をご覧ください。また僕の動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやっていますので、ぜひともフォローをよろしくお願いいたします。ではどうぞ。
した。やりました。これはでかい。やった。